はい、皆さんどうもこんばんは。神宮湯ゲームチャンネルです。今回もホグワーツレガシーの実況をやっていきたいと思います。前回はですね、メンヘラ闇落ちしそうなセバスチャンとサブクエスト異物の闇の中をクリアして、最後の闇の魔術死の呪文アバタゲタブラを覚えることに成功したんですけども、まあセバスチャンがね、またやらかしましたよ。またいやもう今世紀最大級の最低なことをやらかしやがったんで、でもまあそんなね、内容が気になる方はこちらの前回の動画を見てみてください。概要欄に URL を記載しておくのでよろしくお願いします。いやもうとんでもなかったですよ、本当に前回は。ちょっとでもね、内容見てもらった方がいいと思うんでこの辺にしといて、今回はそのメインクエストじゃなくてサブクエストのセバスチャンのね方を、続きが気になるのでそっちをやっていこうかなと思います。ということで、運命の闇の中で、地下墓地での出来事があった後、セバスチャンが地下聖堂で会いたいと言ってきたってことで、メンヘラが悪化してないかちょっと状況を確認しに行こうかなということで、地下聖堂に入っていきたいと思います。セバスチャン大丈夫か、やってきてるか。お前死んだりしないよな、自殺したりすんだよ。いやもう本当にね、最愛の妹にも愛想尽かされてたからね、前回のせいで。まあそれはセバスチャンが悪いことなんで何とも言えないんですけど、ああいたね、わ、海にすもいるじゃん。自分のおじさんを埋葬したんだ。あーほらしたんだ、それも一人で。あららららら、アンのためだ。いや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 、アンは君を引き渡すなんて考えてないけど。え、どういうことだよ。どういうことか。何があったか見てたのに。少し考える時間をやるよ。オミニス引き渡す、どういうこと。まあ実際今ここでまあネタバラシしたんですけど、セバスチャンは前回ちょっとカッとなりすぎて、おじさんこと、おじさんをね、あぶたけたくないってこいつ殺しやがったんですよ、死の呪文を使って。いやもう本当にこいつとんでもないやつだよね。マジで救いようもない、もう闇落ち確定、決断確定のセバスチャンに、じゃあまあしょうがないけど話を聞いてやろうか。セバスチャン聞こえたか、全部見てたろ。おじさんを傷つけようなんて思ってなかった。分かってる、死ぬなんて。いや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 、一体なぜこんなことに。思いっきりいい声で唱えてたぞお前呪文。そんなつもりじゃなかった僕はただ、今更そんなことは通用しねえぞ。僕は助けようとしただけなんだ、放っておけない。アンには僕が必要だ。こいつ結構自己中だな。君ならわかるだろう。やばいかもしれない。オミニスに話して納得させてくれ。君の話なら聞く。僕はアンといる。まあどうだろうな。ここまで俺こいつの尻拭いしてやんなきゃいけないのって思いではあるんだけど。まあ助けてもらった恩義もあるからしょうがねえな。これで貸しゼロだからな。大丈夫だよセバスチャン。オミニスと話す。話してやるよ。君は本当にいい友達だ。本当に世話のかかるお前は友達だよ本当に。この後何が起きるにしても君と会えてよかった。あとそれは目を見て言うべきじゃないのか。気の毒なんだこっちのセリフだよ。あら、これどこ行けばいいんだ。オミニスまだこの部屋いるのか、もしかして。あ、この部屋いるんだ。あ、行ったのお前早く声かけてくれよオミニス。オミニス最悪だ、信じられない。前に会った後、俺はまっすぐホグワーツに行ったんだ。あ、校長のもと行ったのか。ブラックと話す前にアンから連絡が来た。フェルドクロフトに着くと、そうなんですよ、ソロモンの死体のそばにアンがいた。悲しみのあまり気が動転してた。とんでもないことになってしまったよ。セバスチャンに責任を取らせたい気持ちと自分を責める気持ちとが半々みたいだった。ああ、そうなんだ。セバスチャンを失いたくないが、俺たちに選択肢はないと思う。いや、そうだよな。まあどっちが選択肢としていいのかな。いや正直ね、確かにこれはもうアズカバン行き決定だと思うんだよね、さすがに。だけどちょっとね、俺も闇の道を行く身としては引き渡すわけにいかない。今引き渡しても何にもならない、まあ、後伸びするのかな。これはこんなこと二度とするはずがない。それは前にも聞いたよな。でもアンのことも考えないと。健康を失っておじさんも失って本気でお兄さんまで取り上げるつもり。言いたいことはわかる、君が正しいのかもしれない。結構こいつなんかセバスチャンは自分の行動に対して責任を取るべきだと思うが、
アンまで罰することになってしまうからな。この行動が正しいことを守るよ。あ、まあこれはなんか多分どっちにしてもこういう結果になるのかもしれないな。納得するだろう。ありがとう。いい友達でいてくれて。これが本当にいい友達とは言えるか？何があっても一緒に立ち向かおう。それだけは絶対だ。分かって、ありがとうなオミニス。まあ一旦これで運命の闇の中は終わったのかな。あ、終わったっぽいね。いや、凄まじい出来事だってよ、本当に。このゲーム結構人死ぬからね、平気で。マジで危ない。ということで、まだ全然時間が余ってるんで、ポピーからね、動画外で袋瓶が届いたんで、そっちをやっていこうかなと思います。サブクエスト、星が知っている。ポピーはムーンカーフが、感情遺跡で作ったシンボルをドランに見せた。ドランと話して彼の考えを聞いてみよう。ということで、前回ムーンストーンを手に入れて、ムーンカーフの踊りを見てこれが何なのかっていうので、その結果をケンタウルスのドランに話しに行くってところだね。禁じられた森に行くって言うんだけど、大丈夫かな。またあのケンタウロスの群れにあったら今度はさすがに締め上げられそうだけど、その辺大丈夫なのかな。ポピーは、まあ、ポピーを信じましょう。ということで一旦移動はカットすると思うけど、と思ったけどすぐ着いたわ。君がムーンストーンを置いた後に彼らがこれを作ったんだな。理由はどういうこと？スニジェットと関係あるんでしょうか？まあそうだと思うんだけどね。知識は海と同じくらい広げていくことができるし、深く染み込ませることもできる。なんかよくわかんないこと言ってるんだけど、とりあえずじゃあこの錆びれたおじさんケンタウロスに話をしてみようか。下半身白いじゃん、これ何、人間って言うとここ白髪みたいな感じ白くなっちゃうのかな、下半身も。また会えてよかったです。結構なんかそばかすシミがすごいな。二人とも無事に戻ってこられて本当に良かった。結構余裕だったよ。果たして君たちを送り出していいものか、シアンにくれていたのだ。あ、そうだったんだ。待っているのは良くて道、悪ければ死だった。あ、まあまあまあ。しかしケンタウルスの経験は全にしてくれない。ケンタウルスの中では君はなかなか見る目があるからね。優しさがあるしな。さあ、来てるべきことを教えてくれるが、何が見えたか定かではないことも少なくない。ひげ濃すぎないか、このケンタウルス。それが現実になるまでは。お前どうして私たちが狙われるって知ってたんですか？残念ながら知っていたわけではない。あ、そうなんだ。しかしこうなることに驚きはしなかったと言っておこう。でも一部の可能性としてはあったんだ。私たちの最初の出会いがぼんやりと見えていたようにな。最初から説明するのは大変でしょうけど、説明してもらえると助かります。もうちょっと詳しく俺らみたいなバンガちゃんの頭でも分かるようでお願いしたい。それが最も適当な出発点だろうしな。今から幾夜も前のこと、星がある出来事を告げた。星、君たちがスニジェットと密漁者のことを伝えに来るまで意味するところは分からなかったが、そうなんだ。隠れているスニジェットを探す手がかりはムーンカーフの踊りの後ではないだろうか。あ、じゃあ結局あの踊りの後で間違いはないんだろうな。くしくもというべきか、私にはその場所に心当たりがあるんだ。え、あるの？続けてください。マジか。一度しか見たことはないのだが、森の崖にある岩場にあったはずだ。岩場。急いだ方がいいだろう。長い間隠れていたスニジェットたちに危険が迫っているかもしれない。なるほどね。ちなみにその星は何を告げたの？私たちが来るまで意味がわからなかったそうですが、何が見えたんです？見知らぬ者の訪れと敵の襲来。これポピーの家族がもしかして来るんじゃないか。私が思う、なんか嫌な予感がするな。見知らぬ者とは君のこと、敵とは密漁者。そうだよね。そして給油というのはスニジェットのことだろう。この出来事に関連する2つの場所も見えた。敵としてポピーの親出てきそうだな。ムーンストーンにある洞窟と感情遺跡だ。感情遺跡。遺跡は月明かりに照らされていた。なるほどね。でもなんでどうしてそこだと分かるんだ？どうしてそこにスニジェットがいるって分かるんですか？ああ、それはちょっと分からない。え？私は星を読んだだけ。おい、責任逃れもいい加減にしろよ。いい年こいてんだから。私はそれを伝えただけだ。こんだけ説明して分からないとは通らねえぞ、世の中。しているようだ。ケンタウロス界では通るかもしれないけど。私があの踊りの後に目を止めたのは偶然などではなく、こうなる運命だったのかもしれない。運命って言葉好きだよな、本当に。まったく。まあいいや、とりあえず手がかり教えてもらったから、スニジェットを探そう。行くしかないですね。行くしかねえな。向こうで会おう。あ、お前も来んの？あ、そうなんだ。またスニジェットを失うわけにはいかない。
ケンタウロスにとってもスニジェットは大事なものなのかな、もしかして。これどこだ、これなんか間違えて変なところに、あ、間違えたところにつけてるな、これ。これあの、グラップホーンの巣だろ、これ。間違えたわ。一旦クエスト見てみるか。さて、あ、ダメだ、これ。またあれだな。後日連絡来るパターンから。あれ、いないし。おい、行ったわ。どこ行ったかと思ったじゃん。なんだ、じゃあどうしようかな。クエストが一旦終わっちゃったからこんなに早く終わると思ってなかったんだけど、でもメインクエストの方やっていくか。メインクエストの方なんだけども、まあ、守護者の試練で手に入れた異物をね使って守護者の杖を作れないか、オリバンダー老人の店に訪ねて聞いてみようってことで、もう最初の方で用済みかと思ったオリバンダーの元へまた行くことになるとは思わなかったんで、一旦じゃあホグズミートにファストトラベルしていきましょうか。ホグズミード今行くよってなるか。あ、違う、ホグズミードに続く。あ、新たなクエストがありますって出てきたな。待って、これ出てきたんじゃない、もしかして。手の中の小鳥、あ、出てきたじゃん。なんだよ。ドランはスニジェットたちが隠された場所を知っているかもしれないという調査するためにポピーと一緒にブロックハローの南西で彼と合流しよう。推奨レベル20なら、グレイシアスが必要ですよ。なるほど。じゃあ一旦ちょっとホグズミードに来たんだけど、せっかくなんでこのポピーのサブクエストをやっていこうかな。じゃあ近くまでタイムトラベルじゃなくてファストトラベルな。何回間違えるね。毎回ファストトラベルのこと間違えてるよ。はい、で現地まではなかなかいい感じの場所だね。一旦飛ばそうかな、カットしちゃおうかな。うわ、すごいな。はい、ということで場所に来たんだけど、時間が夜じゃないといけないってことで、また勝手にバンガちゃんの魔法を使って夜に進めちゃいましたね。はい、じゃあまだドランは来てなさそうなんだけど、ポピーがいるんで話しかけようか。できるだけ急いできたよ。入り口の上の記号を見た。感情遺跡でムーンカーフがつけた跡だよ。嘘、見てない、見して。ドランしてたけど、近くで見てみて。本当にスニジェットが隠れてるのかな。確かめに行こうよ。ドランがこの先で待ってるから。よければ行こう。よし、行こう。信じられる、本物のスニジェットだ。これか、あ、これだ。よかった、密漁者に先を進んでるみたい。なるほどね、すごいじゃん。何も音沙汰はないなんて変だね。てかなんかここ巣になってるけど、何の巣だ。スニジェットの巣とかじゃないよね。ニーズルの巣だって。全然違ったわ。運が良ければまだおばあちゃんの研究を調べてるかも。あ、ニーズルめっちゃいるじゃん。それに比べて私たちはドランに案内してもらう。ニーズル一匹ぐらい捕まえて。もし密漁者がここを見つけられても追いつけない。はい、ニーズルいただき。ニーズル密漁だぜ。待って、おーしょー、一匹ゲット。よし、とりあえず街で高値で売ってやろう。密漁者みたいなこと言ってるわ。はて、ドランはどこにいるの。待たせてしまいましたか。大丈夫、どこにいたんだよ。取り返すが、君の到着を待っていたのは私じゃない。え、そうなの、誰。ムーンストーンは持ってきたか。あ、持ってるよ。持ってます。これはめろって、そこに。よかった、これから起きることに君たちと同じくらい大切なものだからな。そうなんだ、まあそれだろうね。次はどうなるんです。こうなんか開くのから。おそらく安全装置だ。安全装置確かめる方法は一つしかない。そしてそれを確かめる方法については君たちは誰よりも詳しいはずだ。え、そうなの。とりあえずこの正面が遺跡なんだろうけど、一旦これをムーンストーンをはめればいいんだろうね。うわ、なんかは、あ、なんか光り出したね。え、これどうすんだ。なんか引っ張るのかな、どっかに引っ張るんだろうね。これ引っ張ればどっかに、あ、こうやってやっぱ動くんだ。さて、なんか、あ、うん、あ、ここのなんかあれとマッチするんだろうな。柱は少しでも動かないのかな。動くよ、動かしたろ今。見てなかったのかお前。お前ちゃんと見とけよ。こうやって動かしたろ今俺が。多分ね、この光ってるこの太陽とこの右上のこれ、この記号を当てれば多分開くと思うんですよ、多分ね。で今光ってるのがここだよね。ここと、ここは光ってるんで、
まだ多分合ってないよね。で、太陽がどれだ？これだね。これを光らせなきゃいけないんだよ、多分。俺の予想なんだけど。これでどこが光るかって話で、ここでこれ光ってる。あ、光ってるね。これで合ってるな。で、あと向こう側を光らせるから、これこっちやな、多分。ここら辺、ここで合ってんじゃないかな。これで合ってんじゃない？これでどう？何も起きないな。違うのか？これとこれだと思うんだよな。あ、若干記号が違うな、これ。もしかして光と闇に関係がある？こっちか。こっちっぽいな。ってことはもうちょっとこれをこっちにやって、あ、あったあったあった。これか？今これどこ光ってんだ？違うね。あ、違う。こっちじゃないな。もうちょっとこうか？こうでどう？もうちょっとか？これとこれで光ったんじゃない？やったー！進めるよ。やっと入った。この通路の先に何か難しかった。分かっているだろう。分かってる？私はここで分かる。じゃあ俺らだけで行くしかないのか？しばらくはな。なるほど。私たちと来ないんです、レベリオ。誰もがその真実を知りたいと思うだろう。特にエルク。エルクってあの乱暴者のケンタウロスか？進むんだ。できるだけ早く。なるほど。また来る。わかった。じゃあとりあえずドランに言われた通り先に進もうか。金の止まり木。ここもマップ的にはダンジョン系に値するんだね。さてどんなダンジョンか。わあなんだこれ。レベリオ。随分静かなところだね。なんかあるのかな。うわあすげえ。壁に描いてある絵を見て。みんな魔法生物だ。そうなの。この場所はこの子たちを守るために作られた。ああ本当だ。ユニコーンじゃん。ここなら何も怖くないもの。すげえ。なんかいろんなものありそうだな。密漁者のキャンプはいつも重苦しい感じがしたんだよ。説明が難しいんだけど、そういう感覚があった。私にはね。なるほどね。でもこの場所には落ち着きを感じる。密漁者のキャンプとは正反対だよ。まあそうなんだろうな、さすがに。うわー、なんかこっちが正解なのかな。ちょっともう少し探索させてくれ。あっちもちょっと生きてんだよ。こっちの方が寄り道ポイントっぽいよね。やっぱり宝箱がある。これだ。物がたくさんある。なんだ59ドルしかない。もうお金は困ってないけどさ、もうちょっといいもん置いててくれてもいいんじゃないかい。そんな、これもお金でしょ、どうせ。8ゴールド。あ、それからアクションで、あ、そうだよね。で、これはここにやってレビオーションで浮かせて、ここは登る感じだな。いや、もうこの辺、え、おぉ、びっくりした。この辺はお手の文様って言おうとしたらさ、あれ間違ったと思ったんだけど。合ってたね。よかったよかった。ね、なんかこの辺の扉はただの見かけ倒しで入れないよと。で、コレクション。短い階段を手に入れた。これはまた必要の部屋で作れるやつだね。さて、じゃあとりあえず先に進みましょうか。こっちが正しそうだ。お、なんだなんだ？こっちも行ける？あ、行けないね。ここはコンフリーゴで。コンフリーゴ。あ、こっちか。え、違うね。こっちの上はどうやって行くんだろう。わあ、なんか危ない危ない。なんかいっぱい茨がある。おーおーおお。とりあえず茨は壊して。これはただの行き止まりじゃないよね。どうやって通り抜けるのかな。これとこれだよね、多分。こっちはこれで行けばいいし。俺さっきのさ、この浮くやつさ、また持ってこなきゃいけないのかなと思った。レベリオはあるけど、こっちは何もなさそうだね。で、反対側に行きましょうか。よいしょ。で、アクションでこっちに持ってって、はい、で、ここに持ってってレビオートで浮かせるよと。よし、これで先に進めるでしょう、多分。こっちだと、あ、なんかあるな、これ。レベリオ。これを紋章を置く、なんか、あ、床あるじゃん。なんだこれか。あれ、もしかしてこれ2つあるな。
2つあるってことは多分だけど、向こうもやんなきゃいけないんだ。でこれは多分グレイシアスの紋章なんで、これをやれば多分こっちは OK、 多分 OK だよね。ああ魔力がみなぎってるね。これで OK だ。多分これね、反対側にも多分あったら、多分俺見逃してるだけだと思うけど。でこれで、あ待った待った、ちょ待った、ちょっと1割、あーもうどこ打ってんだよバンガって。頭悪いのかおめえ本当によ、アホがよ。まったく失礼しました、つい暴言が。いつもはこんなことないんですよ。まったく困ったもんですね本当に。レベリオ、あなんかあるなこれ、燃やす系か。あ落ちてきた、あー落ちてきた。やっぱりなんかあると思ったよ。でこっちは火の、おいポピー邪魔だって。これはここに置いて、あお前違うよ、こっちだよ、間違えちゃったよ。でこれで俺何も起きないな。あーほらほら出てきた。うわなんだこれ、3つもか、えすごいじゃん。冴えてるね。だろ、任しとけよ。すごいとこだね。すごいとこだね本当に。この先何があるんだろう。何もないのかな。あ、なになになに、は今の何なになになに、うわーめっちゃマジかよ、お前らそんなにいいのか。いやびっくりした、マジか。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、危ねー。ちょっとね、皆さんに見せたい魔法があるので、一旦これで。クルージオ。泡だけ多分強すぎ。強。この魔法が使いたかったんですよ。あれ弱。もう終わり？あ、来たぜ。ケンタウロスたち。おお、お前らも来たろ。うわ、味方が頼もしい。めっちゃいるじゃん、シュワインダーズ。いやねー、これはもっと。それにしても、アバタケタブラのクールタイム少ないな。全然、全然じゃん。爪を見せるときは来たわ。やばい、危ない。もっと、もっとクルーシュを呪って、いろんな奴らに呪いをかけると、これで、アバタケタブラ絶対許さない。全身だわ、登ったやつ。いやー強いなまたお前こんなとこもいるよ。おっ、ぶねー、強いっしょ。はい、さよなら。いや、めっちゃいるやん。アバタキタブラで3体同時に倒すってのが出てきてるな。お前ちょっと働いてよ、バロン。あ、バロンじゃねえや、誰だっけこいつ。あっちのケンタロスしか働いてないじゃん。あれ、もう終わった。いやいや、ドランさん、あんたボッとしてましたよ、ボッタチでしたよ。でもあなたが来てくれてなかったら、もう敵にクレーバー持ってるやついたら頭打ち抜かれてるからね。しっかりしてくれよ本当に。ここに立ち会えたことを嬉しく思う。お前そんなこと言ってた昔。信じてやる気になったぞ。ありがとう。私が以前見たものだエレク。そうなの？兄弟よ、ここで仕事を。兄弟。お前が占った出来事はすべて。何お前らの中でも神器みたいなもんあんのか。ヤクザかよこのケンタウロスたち。じゃあ目的地はこっちだね。レベリオ。ここは開ける、あ開くんだ、へえ。おおすごいすごいすごい、順番に開いて、おおおしゃれな扉。あー開いた、うわすげえ、なんて幻想的なところなんだ。ここにスニージェットが住んでるのかな。わあ綺麗な木、なんか魔力を感じるよ、知らんけど。バンガちゃんの顔が明るい、珍しく。え、おおこれか、すげえ、卵が光ってる、かわいい。これで最後は呪文を解くだけだ。どういうこと、どんな呪文でいいんだ。私たちにやれって。マジか、スニジェット生き返らせる系。アバタケタブラ間違っても使うんだよバンガちゃん、フリじゃねえからなこれは。後ろの顔が怖いな。私は無事でいて欲しかった、ブスだな。それだけ。バンガちゃんブスだな。あなたがやって、え、いいの、
こいつ間違えてアバタケタブラ使うかもしれないよ。友達が使うの黙って見過ごしてたからね。おお、これ生まれるのか。おお、何が起きるんだ。おお、すげえ。わっ、いい、お前ら何、お前かわいい、すげえかわいいじゃん。でもどうしよう、この子たちは自分で生きてはいけないし、見つかったことが広まれば。ホグワーツ連れ帰る。被害は加えさせない、我々が世話をしよう。ああ本当、よかった、ドラン役に立ったわ最後は。ありがとうドラン、おかげでこの子たちを見つけて守ることができたわ。さっき戦闘では全然役に立ってなかったけど。君たちの功績だよ、密猟者にはできないことを。密猟者はこのまま卵のままどうかしてたかもしれないしな。ホッピーなんかズームになると結構お顔の出来物ひどいね。これは怒られるやつだ、言わんくていいことつい言ってしまう。いやでもすごかったね。君たちは勇敢に戦った。ここからは私たちに任せるよ。ああドランが良ければ、うん、私はここに残ってもう少しスニジェットたちと一緒にいたいな。可愛いよな、もうちょっと俺も。いや可愛いなこいつら。クエスト完了。手の中の小鳥。一応スニジェットの分類は小鳥になるんだね。鳥って感じしないけど。かわいいな、確かにこいつら。全然動かねえじゃん。まあ、今回は一旦この辺にしようかな。結構時間的にもちょうどいいし、スニジェットを助けることにも成功したしね。ポピーの物語はこれで終わりになるのかな？どうなんだろう。まだセバスチャンの方はクリアしてないし、ナティの方も終わってないんだけど、一旦ポピーの物語はこれで終わりのような気がするね。うん。で、まあ次回どうしようかな。まあメインクエストをこれで進めてもいいかなとは思うんだけど、まあところどころサブクエストとか、サブクエストとか仲間たちの物語が始まればその辺をやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺にしておこうかなと思います。皆さん長々とご視聴いただきありがとうございました。次回はさっき言った通りメインクエストをやっていこうかなと思います。よかったらチャンネル登録と高評価してもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。